お疲れちゃんスラップです。今日ですね、めちゃくちゃ強いね、で今日見つけちゃったので、そっちをちょっと皆さんに、ね、紹介していこうと思います。ということで、こちらゴブジェイ三重詩です。はい、まさかのゴブジェイとね、三重詩がこう一緒になる時代が来ちゃうっていうことなんですけども、基本的にはスパーキーみたいな形かな、んかゴブジェイスパーキー、まあでもエリポンも入ってるんで、まあゴブジェイスパーキーのスパーキーがない中身とエリポン三重詩がね合体しましたよみたいな感じかな。まあ、なんでこうゴブジェイ三重詩でも攻められますし、単純にね三重詩いらない、三重詩デッキとかってよくあるんですよ。こうエリポン置いて、エリポン置いて、エリポン置いて、ゴルナイト、エリババト、あれ三重詩デッキじゃねえじゃんみたいなことがよくあるので、まあ、そんな感じで、まあ本当にねゴルナイミニペイレイジヒースピガゴとかでねタワー折ったりもできるよというわけで、まあ、いろんなね戦い方ができるっていうのはこのデッキのちょっと一つの強みだと思ってね、はい、早速やっていきましょうか。まあ、なのでエリポン置きまくってゴブジェイミニペガゴレイジヒースピ一生しとけば勝てますっていう安牌なパターンでも戦っていきたい。マイティはねさっきはやばい、あゴブジェイ弱っちょっと待ってゴブジェイ弱いよ、びっくりしたんだけど、俺が悪いかな今の、どっち皆さん、ゴブジェイの使い方が悪かったか俺の。はい、というわけで今回の相手はコカツで、コカツはおわあすっげえくんじゃん、えすっげえくんじゃん、ちょっと待って、なんでそんなにチャンスだった今、あでもおマジでやりすぎやりすぎやりすぎ、なるほどね、そういう感じね、しょっぱながらすごいくんじゃん。さあ、まあゴブジャイスパーキーだったらコカツはもうね励ます、励ますけど、僕は今ゴブジャイ三重詩ですから、はい、スパーキーじゃないです、はい、ゴブジャイ三重詩なので、よいしょ、あとエリポンもね、ロケットとかからするとちょっと痛いと思うんでね、あもうこれ、いやこれはねさすがにいきません、いや走りてー、おこれなんか吹き山でさ、あちょっと待って、マジで俺ゴブジャイ本当に見捨ててるわけじゃないんで、さっきから、おおこっち、いいね。あ、これもうゴブリンバレルいきます。はい。なので、しっかり適当に守りながらの、ガゴがね、なんか火力上がって、ちょっと強くなったんだね、この辺に。吹き矢、吹き矢マジ嫌い。さあ。まあでも、なんか、今みたいな、さっきみたいな感じで、おい、だから、お前、攻めればいいと思ってんだろ。さあ、エリポンきます。来いよ。相手は多分スパーキーだと思ってんだよね、俺のこと。さあ、で、また後ろガゴっすね。これがね、ガチンコ強いです。はい。はい。ゴブリンバレル。おおやっ、それ舐めてない、大丈夫、ゴブリンさん。いや、マジで、ヤンキー、橋前三十四、レイジー。で、ウッド使って、ヒースピー。おほい。ほい。ほい。回復して。おいワンポン。で、ゴブリンバレルを完封する用のゴール内です。これお願い、どうしよう、あこれ絶対ロケットまで来るから折ってあげる、諦めたマスかな、うい、さあドチンパンです、最近こんなんバレだな、そうですよ、たまたまね、じゃたまたま今のは相手がねロケット打ってきたから固めざるを得なかったよね、ちょっとダメージリードもね取られてたんでね、まあみたいな攻め方もできますよっていうね、まあパターン A ですよ。さあ相手のような見た、私はラバクロ使いですっていうプロフィールしてた、いやワンチャンゴレクロまで見える、さあちょっとエリポン置きたいですね、まあなんか基本的にはどうなんだろう、序盤はもうエリポン置きまくって俺三重詩ですよアピーをしながら、でも途中だとあれなんかゴブジェイミニペイガゴレイジばっかだ、スパーキーなんだこいつ、エリポンスパーキーなんだと見せかけての、あ、実は三重詩です。はい、そんな感じでね。一旦試し、やってみよう。やってみてどうなるか。はい。よしよし、よしよし。いやー、ゴールナイ走らせてもいいんですけどね。1コス、もったいないんだよね。微妙か？さあ、ドラドラ、ドラドラミリペ。あ、もうこれはお散歩しますか。インドラはね、はい、歩いてもらって、まあ、インドベビーダックプリなんで、ゴレかな、トルネゴレ、あー素晴らしいね、
まあ、稀にスケラのパターンもありそうですけどね。なんかまあゴレっぽいっすよね、動きが。エリジャイでした。はい。でエリジャイはまあライトニングだと思うので三重心固めちゃいたいっす。まあミニペヒースピとかの防衛方法もあるね。だからまあどっちかで守れるよっていう感じかな。三重心出したいっすね、さすがに。まあミニペまで待ってもいいんですけど。いやライト打つコストあんのかなこれ。青曲ない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 。インドロだけ、インドロだけ、インドロだけマジでやめてほしい。お願い。あぶねえ、危ねえけど、ガゴなんかいらんかったかな。ゴブチャイ、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 ゴブチャイ。え、てか、マウスケ一体、なんか、なんでいつの間になんか、ダックピンの範囲で焦げたんかな。よいしょ。インドラカースか。おい、あ、でもこれ絶対きついぞ。で、ヒースピまで行くと、あ、お、よいしょ。ヒースピまで行くと、もしエレジャー受けしてきたときに、エレジャーボコボコにできた。さあ、いやなんかワンパンデッキみたいな感じだ。ええ、そこまで見てない、そこまで。やるなって言われたけど。なんでえぐくね。さあ、さっきからワンパンしかしてないんですけど、別にそういうデッキでもない。なんかたまたまそうなってるだけなんですけど。いや、破壊力今んとこえぐいね。よし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 。さあ、多分ね、これ三重心スパーキーにしても強い。間違いなく強い。うん、あ、でもそしたらあれか、耐久が少なくなるんですもんね。って考えたらどうなんだろうね。さあ、これはね、今2パターン立ち回りがあって、もうゴブジェイさんがゴルナイまで組んじゃうパターンと、あ、これ絶対相手陣地に打っといた方がよかった。だってザップのダメージぐらいあるもんね。そう、ゴブジェイミニペガゴレイジヒースピで回すパターンもあれば、なんかこんな感じでもユニット捨てて、やべ。無理やりリポン回すパターンもあるわけですよ。ライトニングね、打ったんでね。どっちが良かったかな。エレジャイです。はい。なんなら相手の名前もエレジャイ TMC みたいなね、なんかそんな感じの、何も思いつかなかったけど、はい。エレジャイって書いてる。モグでした。モグはね、いやん、間に合いませんでした。わ、グッドゲーム言われてやがる。これどっちですか皆さん。うわ、負けの方のグッドゲームですね、これ。俺が。なので、ここで分からせないといけないですね。ちょっと。会えんだよ、グッドゲームが、おら、つって。さあ、よろしく。やーべえ、負けそうだな。あ、でも、ライト打ったら、これ、メガライトとかない限りね。あ、でも、ペッカだったらさ、美味しいんじゃね。なんかゴブジェイは通らんけどさ、そのどうなんだろうね。しかもウッドサイト、え、これガチ強だぜ、ドドだぜとか言って、カミなんだけど、いけ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 、ヒースピ後ろに。よしよしよし。さあ、レイジ三重心が暴れてんな、おい。さあ、ゴブジェイミニペガゴレイジも強けりゃ、三重心レイジも強いよと。で、ガゴはね、ライトニング2体ぐらい飛ぶだけなんだよね。よしよしよし。さあ、相手もライト打ちにくいよと。いいね、これ。ゴブジェイ来てもペッカ入れるんだね。あー、かまじい来たな。いや、で、ここは、そうですね、逆サイ多めにして、もう誘導します。アイゴレだと思ってね、このゴブジェイ。このコスト溜まるかな。さあ、さすがにこれは相手ホグつけて、あー、勝った勝ったってよろしくって言ってるんですけど、これ取りに来るとまずい。おー、全然全然全然よくて。よいしょ。はい。一発？もう一発？まあ、ライトニングなんでそこだけケアして、よくねえな。松本エリポンとか言っちゃうとマジで、あの、本当に、炎上しないで有名な俺なんでね。知らんけど。あんま良くないですから、そういうの。OK！ まあまあまあ。まあね、あとを見据えてないエリポンなんでね、何も悪くないです。はい。よしよしよし。いや、なんかめっちゃ強くね？三重心、三重心強くね？まあなんか前にもね、言ったけど、マスキがね、アチャクイに立ち向かうために強化されて、アチャクイは解放されて、みたいな。もうそっからずっと放置されてんでね。それ強いよって話なんですよね。さあ、マスキ即解放してください。運営さんお願いします。よいしょ。セリポンが欲しい。
さあダクプリフェニーのエレジャイ、マジでもうエレジャイにしか見えないっすね。エレジャイだろ絶対。あゴレもあるか。もうなんか最近なんかこの多いんですけどね、このフェニーダクプリのエレジャイとかゴレとか。さあまあ今回はうわいやらしいファイブだな。ジャイプリプリのファイボ型っすね。なのでエリポンクとディガーがあるんですよ。だから始めジャイフェニからのディガーとかが来て、そうなると苦しい。いやでも今相手がファイボ使ったんでエリポンが置きたい。いやー非常に悩めますね。でも守れないですよね多分。守れないじゃない、守るか。あでかいこれ。相手3コス使ってこっち6コスなんで、まあ、言ったらね、アイドル3コス俺が少ないだけなんで。しかも5使って。ちょっと高めにしよう。あー、これ渋いか。シンプルに普通に守った方が良さそうですね。おとなしく。おとなしく守ります。おとなしく守ったら、エリポンが回ってね、いいっすね。よし。まあさすがにこれもう拾えないんでね俺。拾う方法ないんで諦めて。よし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 。まあ、相性的にはだいぶきつい気がする。なんか、ジャイに対してのスパーキーがないし、なんならハイボーザップで餌の三重心になってるし、みたいな感じではあるけど、このガコとかにファイブ打ってくれそうじゃない？そんなのもねえだ。タイミングかぶれ。全然か。そりゃそうっすよ。欲出し。うわー、卵延命うまい、それは。めっちゃ。いやー、いい。てか、フェニックス一生飛んでんな、マジ。いや、コストはある。あ、でも左も刺す。相手俺がコストないと思ってるんですよね、多分。いや、コストある。いや、コストある。よしよし。いや、これを繰り返せばいい。おー、相手血迷ってる、その配棒。いらんだ、こっちも。よしよしよし。いや、今のなんかしのげたのはでかいっすね。パッと見全然コストないように見えて、5コス、4コスずっと持ってて何も出してないだけなんでね、僕も。あー、これ渋いなー。逆再攻めていいけど、一旦落としなきゃ。だからあのマスキー1体も相手の放置できないから。よしよしよし。あんなちょっと0時で。だいぶ嫌じゃないこれ。で、ファイブ使ったんで、エリポンはね、一旦もうこれ、俺のターンな気がすんな。え、てか、ガゴで、いや、マジ、マスキさ、やばくないそれ。ありなんて。でさ、ここで左に行くのがいいっすね。左に行くと相手もね、このマスキ2体側にユニット出しにくいでしょ。よしよし。あ、てか、終わりそうだな。おい、もう一生俺のペース来てる。さあ、レイジ？このレイジマスケでもうぶち込みですね。はい、その煽りスタンプ俺持ってないんだよな。あ、マジエリポンゲーしてるっすね。エリポンの周りで戦える三重士の周りが強い。ゴブジャイバージョン、よいしょ。まあ、ゴルナイヒースピレイジか。なんか何の方でも合いそう。さあ、ロケットは、もうこれで1アド取れるんだ。相性がいい。コカッちゃんかな。いやー、マイスピアだけど。わー、それ飛んじゃうんだ。金髪。これ行っていいかな。ゴブジャイガゴレイジ。いや、ゴブジャイレイジヒースピでエリコン回します。なんかこれ走り得じゃん。よしよしよし。さあ、ここでエリポン置きたいな。まだ前のバレルも来るか。エリポン置かせないようにゴリゴリ攻めてこられると厄介。ダメージもなんかだいぶ入ってんな俺の方に。
まあこれヘリポン9コスなってリポンいてバレル3コスで守って、はい、まあ打っていきます。ちょっとエリポン来たいな、アド取りたいな。まあ3次展開するだけでも相手きついかこれ。いや残しとってもですよ。おお、いやタイミングかぶっても美味しいですね。でさ2倍タイム入ってなくてだとね、ここにゴブジェは忘れないんで、いやー一旦捨てますか、かわいそうですけどね、非常に。うん、ガゴはゴブリンバレルに強いんでちょっと残しておきたいです。さあゴルナイは最悪ロッキー撃たれてもいいようにスキル使えば完封もできます。バレル、まさか。さあどうでしょうか。おお、兄さんスキル使ってこない、これでキス。ガチヤンキーかな。一回エリポン欲しい、マジで大ピンチに見えるんですけど、大ピンチです。マジ男の許容で走るぞー、あのプリンを。え、ユニット何も出してこんの、ゴルナイ対策に。やばい、もう絶対このレイジーラン、ちょっと待ってだってエリポンゲーしたいだけの人になるやん。あのマスケ、わあめっちゃうまいそれ。ん、待って、めっちゃうまいよ急に。ちょっと待って、急にとか言ってごめん。あーいい時計や。いやでもコストがないだろお主、いつ回復しろマジ。いけ、うおーい、レイジ強いいねエリポンゲーです、ただの。いやこのデッキめっちゃ好きだな、なんかマジでなかったっすね。なんかジャイ、まあジャイ三重士か、似たようなデッキあったっちゃって、このね、なんかジャイ三重士の時はほぼもう三重士デッキだけど、これはなんかもう三重士デッキなのかゴブジャイデッキなのかみたいな、なんかちょっと新しい感があるっすよ、ほぼ一緒ですけど。あーこれ好きだな、何か。マジエリポンガチ勢なんだよ僕は。エリポンのためならどんだけでもコスト使います。え、ガチでヘッポコレイジ。さあ次でエリポンっすね。あいで迫撃のやつかな、迫撃好き、迫撃ないかもしんない。まあ、スケバル迫撃だと、あ、そうっすね。あれがないんですよ。エリ、スケバルが入ってるんで、名前が出んけど。あいつがいないんですよね。おー、こんにちは。ディガー、ディガー。そう。おー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 、おしゃれすぎるだな、そのスケバルは。いやーこれ右につけたらちょっと面白そうだなと思ったんですけど、スケルトンブーティーが、スケルトン部隊ちゃんこんにちはですよね。そうですね、ごめんなさい、やっちゃったな。いやヒースピーはねスケバレ防衛にめっちゃ強いんですよね。さあエリポン貯めたいけど、エリポンいた瞬間のスケバレスケキンギャングみたいなのがウッド系が一枚もないんで守れないってなると、エリポン置かない方がいいっすね、ぶっちゃけ。あ、マジタイミングかぶるの渋い、待ってばよかったかな。さあでも相手は5なんでゴブジャイガゴとかね、ちょっとダメですよ。ユニットによっては走る、壊したい。おー風船が飛んでくる、よしよし、これ壊せるの熱いぞ。30しから展開して3死に5出せますか。あー、それがめっちゃいい。うん、
いやーこれめっちゃいいですね。でディガーはないのでエリポン行ってここで。やべえ間に合わんかった。これやばいかな、なんか迫撃のダメージどんぐらい入るんだろう。ちょゴブジャに頑張ってもらって、いやー壊せない卵。え、ちょまあ、竹バグってる、バグってる、ガチでガチのバグ。笑えんようなターゲしてた今。一旦耐える。お、マジでこっから勝つけどね。こっから勝つクララが一番楽しい。いけ、マジであるよ520。相手削れねえかな、相手のデッキの弱点。もう一発かんます。よしよしよし、ガチで勝てそうなんだけど。めっちゃある。よし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 。でここで走るよ。ズズン。いやーもっといってほしい。ガゴついかつい。しかもレイジでそういえばスケルトン処理できたー。いけいけいけ。マジいけマジいけマジいけ。三十四展開なんかしません。三十四いらない。さっきから。気づいた。え、待って、やばい、リクない、危ない。え、間に合ってる。よしよしよし、ゴルナイマジタワーまで行ってくんね。いやマジファイボで行かれる、ファイボで行かれる。うわー渋い。あ、やべえ、やったこれ。うわガチやべえ、うわーやべえ、うわーキモすぎー。よろしく。おお、中国プレイヤーのような感じがして、ゴリゴリの7つの滞在。日本か。さあエリポン来たいっすね。あー、マジアチャディガーなんで。そう、ウォールブレイカーだ。マジアチャオールブレイカーか。エリポン、あ、まあディガー次第っすね。いつのディガーが、ディガーこれどうしよう。拾うっていう方法がない。フィジカルで拾う。よし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 。あ、一発だけね、本当に一発しかやらんぞ。まあこれはもう全然いいですね。もうこういうのはね捨てて、エリポンだけ貯めることに意識を置いて、30周も出しちゃおうか。よしよし、相手からしたら意外とこの30周っていうのは嫌なカードじゃないのか。で、あの2体側に絶対バルキリーを使いたいんだ。いたこっち側にゴルナイを置くと、そうですね、ゴルナイの受けがなくてみたいな。でここで、レイジマスケまで行くと、レイジガゴか、コストがなくて、折れちゃいそうですね。そしてキング起動重い、いやでかっ、ナイス。いやじゃあもう序盤のあれがマジ強いな。ユニット追加ね、あんなん来ると思わないしね、普通普通じゃねえからいいんです。相手のディガーのバナナがイカれてたな。あーんスケバレイリガー、いやめっちゃ来る。いやこれいるかな、いやいらない。さあもうエリポンのサイクルがね遅いのだいぶ渋いっすね。1枚目にここにね、5枚目のところにエリポンがあるとねすごいいいんですけど、最初にで火好きで回してができると、もうぶっちゃけ初手エリポンみたいなもんなんでね。ぽい、耐えます。いやーディガーだけ拾いたいな、
マジでダメージ1000とか受けてもね、リポンフルで残った方がいいですからね。まあめっちゃ枯渇的だな。ギャングとか一緒に来ねえかな。なんか無限にエリポン貯めれそうな香りはしてる。ギャング？ちょっと早いか。お？これ守らなくてよかったな。いや守ってよかったのかな。なんかあとちょっとしかねえしエリポン。まあもう一発？あー偉いね。さあ相手のデッキ何これ？メガナイト枯渇の吹き矢型？ああえパターンあるな。でもそしたらいいんだよ。うんそう出すかいい。ガチでそうじゃね？当てちゃった？ケツインド？おおメガナイト枯渇や。ということは右サイドにちょっとプレッシャーを与えてあげたいんだけど、まあ一回休むか。あれ、これで走れんのかな、あの位置。やべ。さあ、キアがね、だいぶ厄介。いや、このエリポン、結構、危ねえエリポンですね。あの、全然、なんか、こんぐらいの攻めだったらね。よいしょ。はい。私のターンですけどお兄さん、いやー受けきつそう。これだってさ2体の方にさ絶対メガナイト行きたいでしょ。だからこっちにインドラ出してるもんね。でもじゃあ俺がこっちを本気に攻めた場合に、まずおこっちが小物系か。回復していくよ。いっぱいゴルナイさ陸系なさすぎるね。オッケー。いやマジただのエリポンゲーでしたね。いやめっちゃ強い。さあというわけでこちらのゴブジャイ三重視個人的にめちゃくちゃ強いんじゃねえかなと思ってるんでね、皆さんもぜひやってみてください。エメラルド300馬ではお疲れ様でした。またねー。